ルチャーブランド林社長です。グレートランドヒッバンティです。ストーンズ、ストーンズ、ストーンズ、ニルバーナ、ニルバーナ、ピンクフロイド、ピンクフロイド、マンソン、レッチリ、オジー。レッチリ入ってましたっけ？フレーミングリップス、え？入ってるよ。いいですね。スマパン。スマパン。はい。となっております。結構ね。いい T シャツ多いですね。熱く語りたいラインナップとなっておりますので、うん、最後までぜひご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。目からはこれが僕が愛用している T シャツです。はい、90年代じゃなくてもいいじゃんっていうのを、うん、結構教えてくれた T シャツで、かつそれに共感していただいた方も非常に多い T シャツで、うん、そうですね。どうやら聞くところによると、僕とヨツポンとあとブラックピンクの人が着てるらしくて、まあ多分相場が上がったのは、まあ、僕のおかげです。ブラックピンクの人は最近ですか？なんかメルカリに書いてた。へぇ、ほんまかどうか知らんけど、まあこの前家遊びに来たしね。そう、あー、おかしろおかしろ。それは絶対嘘なんすけどね。なんて絶対嘘なんすけどね。俺でも街歩いとってもあの頃あいつともおっさん分からへんけど、それこそあれですよ、日本のそういう有名な人とかもこのじゃないですけど、でかいリップ&タン自体が。俺のこと？え、違う、普通にアーティストの人です。アーティストやで。アーティストや、なんですか、歌歌ってる。40歳になったらラッパーとお坊さんになるから。もうどうラッパーとお坊さんになるんですか？ラップが歌えるお坊さんにちょっと仕事変えていこうかな。なんか TikTok かなんかで見たっすか？いや、じゃあ普通に。あそうっすか。うん、ちょっとなんだか僕をラッパーデビューさせてくださる方もしくはお坊さんの修行行かせてくださる方、お待ちしてます。まあでもこのね、デカプリの立派なタンは結構見るんで、うん、これマジで来たらかっこいいから、もう騙されたと思って買ってくださいって、どうせ売れるんでしょうけど、まあまあまあ、はい、お次、ブロッカムの XL 表記のひび割れが非常に素敵なリップ&タンのブードゥーラウンジ9495でございます。はい、何枚も打ってきておりますが、このフロントプリントのこの経年変化は僕の中ではかなりトップクラスにいい、うん、非常にいい、これは、うん、素敵。そうですね、まあアップ出てるかな、まあ一応そうですね、雰囲気が、うん、こういうなんかこう、まあシンプルじゃないかもしれないですけど、まあストーンズの立派なタンの中だとシンプルな構図こそね、やっぱこれがシンプルじゃないってなったらもう 90s で付き合う方がいいよ。そう、うん、そういう他のところとかもこうね、いろいろ見ていただけると嬉しいかなと思います。はい、やはりブロッカムですので、シングル、はい、ダブルとなっております。お願いします。お次、こちらまだローリングストーンズでございます。はい、ブードゥーラウンジですね。タグがアートライクなやつですね。ブロッカムの L、 L、 まだこれコスパいいので、うんうん、今のうちに買っといてください案件です。基本的にこれも残ったような、うん、残ったイメージがございませんので、なんかストーンズの中だとちょっと珍しいけど、うん、けど結構世界的に認知されてるちょっといい、これはね、着るとかっこいい T シャツなんですよ。ほんとにカラーパンツに合わせていただくもよし、響きみたいなね、こう、うん、ちょっと色落ちたブラックジーンズに合わせていただくもよし、何でもね、僕みたいなナイロンショーツでもよしな、うん、何でも合うんで、ぜひ、はい、はい、ニルバーナスリバーです。ーすこれはね、スリバーですよ、 USA、 はい、XL、最近ね、店頭でですよ、うん、シングル、スリバーがもうないんですねって言われますね。何だったのにね。やっぱ昔からうち来ていただいてるお客様は知ってるわけですよね、うん、スリバーは常に選べるように、うん、っていう風にそういうコンセプトを持って出してたので、スリバーがないっていうことに結構、ネバーマインドもないんでしょ今。ネバーマインドもない、大変なことですよこれは。そう、ネバーマインドでも買っていこうかな、ないないんだってまあだから追加してるんで、はい、お願いします。はい、いい雰囲気、いいサイズです。スマイルのコピーライト1992ですが、お間違いないように Y2K です。アーリー Y2K の、はい、両面プリントのスマイル、タグ飛んでますが表記 L だと思います。はい、このあたり皆さん欲しいでしょと思って入れてます。これ90年代のやつよりちょっとバックプリント大きいな多分。あ、そうですか。そんなことない？いや、わかんないですね。ボディの感じとかじゃなくてですか？ボディの感じかな。ちょっとなんかバックプリント大きい気がするんですけど、一枚ぐらい。はい。
まあ気のせいかも。まあ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 、うん、この辺もね言っても高くなりましたけど、ただまあずっと言ってますけど、この Y2K というか、うん、この辺のあの特にスマイルっていうのは多分今すごい勢いで需要が上がってるイメージがあるので、うん、はい、多分残んないでしょうけど、はい、はい、お願いします。ちょっと僕と響が大好きな T シャツです。あ、そんなに古いものではございません。アルスタイルやったっけ、アルスタイルで、コピーライトも全然 Y2K なん、コピーライトないあるな、2000、まあ、2000頭じゃないですか、頭ですね、はい、ちょっと細かく読んで、これは可愛いよ、これね、はい、なんていうのかな、これフェルトみたいなね、そうですね、響が触れないやつですね、これ悔しいんですよねこれがちょうどあの豚のね、はいはい、質感に似ててすごい可愛いわけですよ。でここにコピーライトがスーッと入って、うん、これは僕ね、やはり T シャツっていうのはね、年代っていうよりかはセンスやなと思いますね、うんうん、元からちょっとこうブラックではなくてチャコールかかったボディです。そうそうそう、でこれはブラックだとこれ薄ピンクがバキッとこうね切り、うん、で、まあ、次のねピンク色たちピンクなんですけど、また違うのが、要はこれプリントですわな、シルクスクリーンの、はい、これはあのフェルトっぽい素材感なので、うんうん、もうとにかく可愛い、もうこれ絶対買ってください。うん、まあそうですね、買ってくれた人僕好き、うん、いや、まあ、はい、まあでもこれは本当おすすめなんで。お次ヘインズです。大体これウィンターランドなんですけどね、ヘインズのラージのピンクフルザウォールですね。コピーライトウィンターランドっすね、ウィンターランドっすね、ウィンターランドです、はい、でバックプリントにウィンターランドのコピーライトがイエローで入るっていう、はい、なかなかシャレオツなディテールでございます。え、ザウォール自体はかなり、うん、いろんなパターンありますが、その中でもなんか俺的には結構バンティーっぽいなこれっていう、うんうんうん、デザインがやりすぎてない、ほんまいっぱいあるぞ。そうですね、いっぱいあるですね、うん、まあ、この、うん、背面のこの壁みたいなのが前に来てるやつもあるから、うん、結構パターン多い。ヘインズのシングルシングルであまり縮みがないヘインズなので、うん、ボディバランスも非常によく、いい体色も期待できると思います。僕的には結構一押し個体ですね、うん、お願いします。昨日も出しましたマリリン・マンソンのタロットカードシリーズコピーライト2000、はい、ハイエロファントと、あ、これが先ほど花鏡院さんですね、花鏡院のりあきですね。え、どこですか、ハイエロファントグリーン、あ、そうなんですか、エメラルドスプラッシュパイセンですね、エメラルドスプラッシュ、はい、最後時計台に突っ込んで死ぬ、花鏡院のりあきのご両親は息子勝手にどっか行って最後エジプトで死んだってどんな気分やったんでしょうね。あ、そっか、高校、そっか、そのまま高校生ですよあれそうですね、転校生で一応高校の話ですね、赤いのりあき、はい、うん、あの赤の、赤のっすよね、緑の学ラン来た、はいはい、うん、まあ、いいやつっす。途中失明仕掛けましたしね、大変ですよ、彼もよく覚えてるっすね。ということで以上です、はいはい、昨日の説明大体分かって言ってると思うんで、うん、はい、レッチリです。ああこれかスタジオマルケリウム、はい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 、インターカラクティックツアー2006、これはね、あのよく販売している、はい、アルバムのジャケ写のものではないですな、うんうん、これの方がちょっと落ち着いてる印象で、 Y2K と侮るなかれ、バックプリントの経年変化も非常にいい感じでございますので、非常にいいですね、ぜひにこれはご検討いただいていいんじゃないかなと思っております。わざとなんと思うくらい綺麗に割れて、最高、擦れていい雰囲気です、はい、かの有名なブランドバイヤーズ社長という方が、はい、かの有名なテレビ番組でタイのスワンナブーム空港に着いた時に来てて、かの有名なコメディアンの設楽さんに、はい、ロックスターみたいな登場シーンがって言われた時に着てた T シャツですね、はい、オジー・オズボーンのタトゥー柄 T シャツ着てさ、ロックスターみたいに見えるでしょうねもともと好きで昔から着てたっすよね、好き俺、うん、あ、僕のやつじゃないですよこれ、はいはいはい、その後お買い取りに入荷した1枚でございます。最高ですね、これはかっこいいですね、分かる人だけどうぞそうっすね、うんうん、分からない人が大変だと思いますとか、あとはそのあんまこんな進め方しないですけど、あのタトゥーとか入れてある方はマジ似合うと思うんで、ほんと買っといて損ないと思うんですけど、ちょっと高いですけど、はい、フレーミングリップスのジャイアントの XL でございます。僕は正直これ喋れませんので、まあ、日本国内の相場ぐらいで出しておきますので、よかったらどうぞ、コンディションいいです。まあでもあれじゃないですか、もうそろそろ皆さん知ってんじゃないですか、これがその高いやつっていう、多分最初の方ってこれって例えばバンドなのどうなんなのみたいになってる方多かったかもしれないですけど、もう今やね、ね、まあ基本的にカラーティーが多くて、うん、このこういった系のシリーズ、この構図のものって何パターンかあるんですけど、うん、僕一貫性あんま喋れないんで、シングルシングルです、はい、どうぞこれはかっこいいですね、スマパン久しぶりですね、バックプリントもいいですな、売れなくていい別にこれね、フェードの感じが最高、はい、タルテックス、やっぱタルテックスですね、 L ですね、あ、いいサイズです、もうね、
もう一回言いますか、別に売れなくていいんですよ。これかっこいいよな。かっこいいし、ないし、もう。ない。マジで。なんでこんなないねんって言わない。ちょっとね、分かりにくいかもしれないですけど、この辺がね、焼けててね、あの、いい感じのこう、コントラストじゃないけどね、感じになってて。素晴らしい。いい着です。かっこいいですね。ということで12着ですかね。はい、足早ではございますがご紹介させていただきました。まあスリーバーも入ってますし、まあ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 、うーん、僕は豚かオジーのタトゥーかな。豚はね本当にいいと思う。うん。もう素晴らしい。チャコールのあれにピンクっていうのはね、ちょっと薄いピンクっていうのはね。はい。はい、ということで本日夕方6時から店頭にてご試着日ご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインスタにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。